ちは、かくすけです。やっていきましょう。魔女の泉 R 鈴木です。前回ね、カンナちゃんを助けたと言えるのかわかんないけど、助けたところで、え、大砲があるぞ、いきなり。でもカンナちゃんたちのところじゃないんだよね。何ここ。巨大な洞窟、それからその中に巨大な木造施設か。ララク地域にこんな場所があったなんて。これって何なのかな。この様子だとそれほど古い建築物ではなさそうっす。ある程度規模のある団体が短期間住んでたみたいっすね。短期間、正体がつかめそうなものは一つも落ちてないっす。かなり徹底して後を消したみたいっすね。気になる。ララクの勇士たちが使ってた秘密のアジトかな。それにしては規模が大きすぎるっすよ。それにこんな秘密のアジトが王宮勇士のものとも思えませんし。大砲まであるしね。お、ブラックじゃん、あそこに空間移動の祭壇があるよ。はあ、空間移動で目立たずに移動したようっすね。空間移動か、魔力を使える集団ってことだね。ひょっとして魔女たちが集まって暮らしてたのかな。だけどある日強行に見つかっちゃって慌ててどこかに移住したとか。ああ、そうかもしれないっすね。とにかくここは強行に見つかりたくない集団がいた場所に違いないっす。ひょっとしたら強行が必死にララク村を監視していた理由はこれかもしれないっすね。なるほど。魔女の団体、ちょっと心配だな。カンナについていこう。こういう団体が、魔女団体みたいなのがあるのかな。あー、通れるんだ、ここ。足。おう、登れない。はない。まあ、とりあえず進んでいこう。お、どうした？空間移動紙の束。たくさんの紙の束、手のひらサイズの紙には空間移動の魔法陣が丁寧に書かれている。あれ、空間移動の魔法陣が書かれた紙がたくさん。いきなり行けるところどんどん増えるんじゃない？ すごい量だね。どうしたんだろう。ふむ、石板でもなく紙の上にここまで綺麗に書けるとは、かなりの実力っすね。あ、でも使えるわけじゃないんだ、それ。そっか、追いかけよう、カンナ。なんだ？リーダー、正解のルートだったみたいだ。これ、ララク村の井戸みたいだけど。村の井戸がこんなに深いなんて。出口を見つけたみたいだね。ちょっと、部下候補、なんでここまでついてきたの。私が助けたんだから、最後まで責任取らないとね。心配でついてきたんだよ。だから、なんであんたが心配すんのよ。ララク地域に王宮勇士が増えたのって私のせいかなって思って。ケイトとリビア、ジャスティス、それから最高勇士クラウンとも戦ったでしょ。うわ、レッド、今の話聞いた？え、まさかとは思ってたけど、最高勇士と戦って逃げた魔女って本当にお前だったんだ。そうです。あんたが村をうろちょろするから王宮勇士が大勢押し寄せてきたんでしょ。どうしてくれんの。そうなんですよね。だからね、それに2号と3号が壊れたせいで私たちの戦力もどん底だし。全部誰のせい。私のせい。そう、あんたのせいでしばらくおとなしくしてなきゃなんないの。お腹すくだろうな。鉱山の倉庫で白骨で見つかっちゃうかも。なんと。これからどうやって生きていけばいいの。何
何そのねだるような感じ。とでも、うん、あんたが私の部下になってくれたら戦力がすぐに回復しそうだけど、それはないかな。それはね、単純そうに見えて引っかからないよね。それならほら、あ、また煙幕だ。あ、あれ鍵、あ、あ、おー、マッツ庭園の通路の鍵、マッツの庭園に通じる別門の鍵だ。ありがとう。奈落森にあった鉄扉の鍵だよ。あんたを縛り付けた木、覚えてるでしょ。その隣にある鉄扉が私たちのアジトに繋がってるの。私たちを助けたお礼が欲しいならそこまで来て。リーダー、何してんだよ。どうしてアジトの鍵を。しー、とりあえず私を信じて。え、なんか企んでるの。招待してくれるの。わかった、遊びに行くね。好きにしな。え、どうなんだろう。あ、よかったよかった、井戸に繋がってて。よし、はい、カンナの家を訪問。カンナが鍵を拾ったよ。ん？ん？くれたよ。この鍵でカンナの家に繋がる窓を開けられるんだって。通路はララクモリの鉱山入り口の横にある窓だよ。通路の窓を叩いて開いてカンナの家に行こう。あれ？いいの？アンナのことはいいの？とりあえずいいっぽいな。私のストーリーに進んでいくらしい。でも私はちょっと気になるので、ナンパ船にね、行きます。ナンパ船で耐火層の鍵をもらったので、ナンパ船のね、これをね試してみたいところですよ。うん、寝る。お疲れ様です。やりたくない。うん、でもあの課題にあるようなものはやっぱないんだよな。はい、ご主人様、戻りました。ありがとう。じゃあ一回セーブして、うん、で外に出ましょう。はい、おチャンス、マリコチャンス行く。またキヤッホー。君たちも倒さないといけないんだよな、もっともっと。パリックで、お腹がギョロギョロ言いよる。よし、倒そう。私の番だよ。はっ、よっよっ。うん、楽勝楽勝。オッケー。はい、新しい魔法を練習するぞ。ただね、クイック、楽勝、クイックではやれないんだよね、この子たちは。意外と気をつけた方がいいよ。素早さが足りないのかな。はっ、よっよっ。よし、楽勝楽勝。では行きましょう。ナンパ船の一番下、何があるんだろう。ためにはちょっとここら辺倒さないと。あ、よしよし、倒してることになってる。倒さないといけないんだけどね。はーい、私の番だよ。軽くのしてやりましょう。はっ、よっよっ。あー、倒せなかったか。おっしゃー。
この時だけ避けるんだから。果実を持ってきて。ほんとカリコどうやって手に入れればいいんだろう。避けちゃったら終わりだもんな。ノックアウトでやるのが正解かな。ノックアウトで動けないようにして、ある程度の攻撃力の攻撃をしてやる。ああはい、この先ね、南国の鍵、僕強そう。やっぱりナンパ船の最も深いところに何かあったんだ。上層にある黒い魔力のほとんどはこいつが吸収してみたいっすね。デートじゃなかったっす。そうだね、アスランが警戒してた危険な魔力がこいつだったんだ。もともとは人間だったはずなのに恐ろしい姿に変わってしまいましたね。この怪物が人間だったの？はい、絶えず黒い魔力を吸収し、元の体は完全に消えてしまったっす。おかげで理性を失うにとどまらず、完全なるただの怪物になってしまったっす。おか、強っ。これ、勝てない気がするよ。早く倒そう。一撃死ではないと。気をつけた方がいいよ。呼びます。そうだな、回復。お呼びですか。回復なくても大丈夫かな。4連続アタック。やっやっ、硬い。硬っでも攻撃力的にはまだそんな大して食らわないんだよな。どれどれ、果実を持ってきて。回復して、あ、魔法は効くね。オッケー、魔法か。でもいつか大技使ってくるんじゃない。お、強い。魔法だな。準備できたよ。あるあの矢、もうこの力には慣れたよ。じゃあイノちゃんじゃなくて、種の精霊の方がいいのかもね。カリコが良かったかもしれないけど、本当はどれどれ。石板。魔力全然MP が足りないよ。いいぞ、私の番だよ。戦略クリティカルです。お呼びですか。この香ばしいミートパイをいただきまして、どれどれ。魔法石板、主力石板置き換え。何発か撃てるやつの方が強かったり、あ、でも 20×4 みたいな、こういう感じか。じゃあやっぱこれでいいか。じゃあビリッとするよ。ビリッとビリッと。まあまあ。あ、でも回復、私のこと回復してくれた、さっき。あ、やば。2回攻撃してきた。どうしよう。2回攻撃してくるとは。始めるよ。セットは
種の精霊にして 1回攻撃なら大丈夫なんだけど、2回攻撃判定になってた？どれどれ？見てなかったな。あ、待ってちゃダメだよ。よいしょ、ドーンと来て、お呼びですか？はい、お呼び。ミートパイを食べて、特殊スキル命に入れ、カジさん持ってきて。はい、要件を超えていただいて、右下のターンのやつしっかり見ておかないとね。準備できたよ。準備できた。あるあの矢、もうこの力には慣れたよ。で、またこっちか。どれどれ、またこっちっていうか、あのあとほんとだ、2回連続攻撃になってる。防御だな。始めるよ。戦略クリティカルではありますが、回復をして MP はいらないな。単純に回復して防御ですね、ここは。反射した。よしよしよし、いいぞ。マリックの尻尾張りがどんどん強くなっていく。準備できたよ。で、これは命の木で回復できるかな。OK。 行動パターンが変わらなければ大丈夫だけど、怖いね。気をつけた方がいいよ。お呼びですか？はい、いっぱい乾いたパイ。パッパプリンエキス。あ、どれどれ？ビリビリして。ありがとう。電撃球体。はい、ドンが来て、ちょっと疲れちゃった。あれ、どんどん強くなってる。その人、角が地面に響く。あ、これターン消費しないよね、きっと。あ、やば、ターン消費したわ。あー、そう、いやー無理だ。どんどん強くなっていくパターンだこの人。はーい、これはまだ無理だー。帰ろう。忘れないようにしないとねー。結構時間かかっちゃったし、マリック、マリコ、何回目の正直かわかんないけど、マリコを捕まえに行こう。もう何度目だ。この先よね。はーい、カリコ召喚は解除して、こんにちは。アタック。よし。はい。始めるよ。からのノックアウト。よし。これは。私の番だ。これは。で。精神支配。ぽい。避けないで。よし、オッケー。私の番だよ。
生の魔力石を食べてできた魔物。やった初めて。あーやっとだよ。餌をやろう。電力系が好きだな多分。スパークル、あれスパークルなくない？あったあった。うん、電撃球体、電気エネルギーを吐き出し弾の形にして飛ばす。ふん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 。お、最大になりました。よかったね。あ、電気頭突きも使えるんだ、いいね。あ、でも基本速度乗るのは速度違うんだ。で、君そろそろさ、ない？好み。これは興味ないと思うけど、ここら辺とか。ふぅ、パイも違う。ほんとにわかんないや、この子の好み。いいねー、ついに仲間になった、満足。あ、どうしよっかな。うーん、あの拠点に行くところまでは行こうかな。再保存はするけど、カンナの家訪問しよう。あ、空間移動でカンナの家、森だよね。森の地下洞窟、滝の下で見つけた地下洞窟、鉱山から、ふん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 、地下なか、鉱山から、よいしょ、ふんふん、ここだよな。やったー、ついに許してもらえた。ちょっと企みはありそうだけど、お邪魔します。やっと来たね。やっほー、プレゼントもらいに来たよ。えい、せっかちなんだから。ほら、一つ選んで。ゴーレムが見えるでしょ。ゴーレムくれるの？わー、この中にも可愛いモグラがいる。いや、こいつらの動力は魔力だよ。あんたの魔力を入れたら自由に操縦できるの。へぇ、全部もらっちゃダメ。欲張りだね。倉庫が爆発しちゃったせいで部品が足りないんだよ。その説はどうも。今ある部品じゃゴーレム1体しか直せないの。そっか。え、この子の名前はコビトートール。一体の敵を集中攻撃するときに効果的だよ。あんたの魔力を動力にすれば、魔力を物理攻撃に転換できるの。この子はリュック雲。普通体の敵を相手するときにうってつけだよ。この子の背中には3発のミサイルが搭載されてるの。各ミサイルは互いに異なるターゲットを指定できるんだ。ちゃんかな。一体狙いは、一体狙いはこっちでもできるっちゃできるんでしょ。同じターゲット3回で。魔力を動力とするカンナの初期の作品、ミサイル3発が到着されたリュックを背負って主を追いかける。ミサイルの威力は魔力に比例する。取り消し。魔力を動力とするカンナの初期作品、戦闘時一つの敵に向かって硬いハンマーを振ります。主の魔力が物理攻撃で
物理攻撃に変換され、ハンマーの威力に反映される。魔力あんまないんだけど、こっちにしよう。はい、やった、ペットなんだ。どうやってこれを作ったんだ。本当に問題なく動くのか。もちろん、私は天才だから。天才だね。お父さんの設計図で作ったから間違いないよ。お父さん、教皇のゴーレムもお父さんが作った設計図を元にしてできてるから。まさかカンナのお父さんは教皇の味方。その反対、お父さんは教皇城に囚われてるの。ああ、ムササビ盗賊団の目標はただ一つ、教皇城に攻め込んでお父さんを救うこと。カンナ、すごい目標を持ってたんだね。ね、だからお金が必要なの。教皇に立ち向かえるゴーレムを作らなきゃいけないから。それで盗賊になったの。私たちはそんな単純な不良盗賊団じゃないよ。勇士たちから奪った食料をこっそり村にまく正義の盗賊団さ。そうだったんだ。でもカンナのお父さんと教皇の間に何かあったの？カンナの父親マッツおじさんはもともとゴーレムを研究する王宮の科学者だったんだ。でもある日、教皇がおじさんの未完成の設計図を盗んで戦闘兵器を作ったのさ。マッツおじさんは激しく抗議したよ。魔力を動力にするゴーレムは時々暴走してたんだ。マッツおじさんはその危険性をよく分かってた。それに戦闘兵器を作ることなんておじさんは望んでなかったはず。おじさんは危険な仕事場で働く人たちを助けたい一心でゴーレムを研究してたから。ゴーレムが暴走したならむしろ教皇は喜んだんじゃ。戦争で使う予定だったはずだから。そう、お父さんもゴーレムのせいで戦争が起きるって予想したの。でも権力のある教皇を止める方法はなかった。だからお父さんは魔力っていう危険な動力だけでも変えようと頑張ったの。そして昼夜問わず研究を繰り返してある日発見したんだ。水蒸気だっけ、新しい動力は。へえ、鳥のくせにずいぶん賢いじゃん。そう、水蒸気は強力だよ。それから人間が統制できる動力なの。うん、これは前例のない科学の革命だった。でも、ん？でも教皇はお父さんが見つけた新しい動力を激しく警戒したんだ。魔力のおかげで権力を握れた教皇にとって、魔力の代わりになる力なんて嬉しいはずないもんね。なるほど。結局教皇は軍隊を率いてダラグ村に進撃してきたんだ。お父さんを逮捕するために。うん、軍隊まで動員して。カンナのお父さんが作ったゴーレムってそんなに強かったの？いや、教皇が恐れすぎただけ。お父さんが作ったゴーレムはただの運搬用だよ。それで結局お父さんは捕まっちゃった。もうお父さんの顔も思い出せないくらいずっと前のことだよ。カンナ、お父さんを助け出せるといいね。いつか絶対教皇に勝てるよ。私もカンナと同じ気持ちだもん。そうね。当然あんたも教皇と戦わないと。教皇が戦闘兵器を作ったのは魔女のせいなんだから。いや、そうじゃなくて、私も、あ、そっか、お母さんを探してるの。カンナがお父さんを探しているように。お母さん？うん、私もずっと前に別れたからお母さんの顔が思い出せないんだ。それから実はちょっと心配なの。離れていた時間が長いからお母さんに会えても私に気づくかどうか。何よ、急に悲しくなるようなこと言って。ま、魔女はみんなそうでしょ。かわいそうに。頑張ってパイベリー。うん、でもカンナ、ゴーレムは強いけど教皇の勇士たちを相手するには数が足りないんじゃない？
こういうゴーレムがあと10体はないとこれを言いますか。それならもうちゃんと考えてあるよ。この大陸には私たちのように教皇に対抗する秘密決死隊がいるらしくてね。去年まではそのアジトが奈落地域にあったらしいの。ラルフが言ってた情報だから間違いないでしょ。さっきのとこじゃない？あ、ラルフ、私も知ってるよ。そう？もうラルフと取引したことがあるみたいだね。とにかく私はゴーレムをもっと強くして決死隊に会いに行くよ。決死隊の戦力に絶対なるから。ああ、本当にすごい目標だね。感動しちゃった。あ、そうだ。はい、これどんぐり染め信号弾だよ。どんぐり染め信号弾。敵に信号弾を投げつけると信号弾が爆発した場所にカンナがどんぐり染めを発射する。花火でもするの？うん、違うって。どんぐりザメはおもちゃじゃないよ。超強力な爆弾なの。この信号弾を敵の頭上に打ち上げると私たちはその地点をどんぐりザメで正確に砲撃できるってわけ。あんたがどこにいてもね。すごいね。どんぐりザメの射程距離はすごいんだからね。強行城まで届くように設計してあるんだから。こいつはね、洞窟の天井もぶち壊して突入できるぞ。すごいだろ。洞窟が爆破されて崩れちまうぜ。ね、いや、リーダー、んなことしたらこいつも一緒に死ぬって。それより信号弾を打ち上げることすらできないと思うけど。あ、確かに。あ、そうだ。ねえねえ、いい方法があるよ。まさかあの空間移動の魔法陣が書かれた紙をすか？お、うん、これを信号弾につけておけば洞窟の外に信号弾を打ち上げることができるはず。砲弾にもう一枚をつけとけばね、うん、洞窟の中に誘導させることだってできる。なるほど。おお、確かにそうっすね。なんか本当に飛べるんだね、それ。わー、すごいね。でもカンナ、私は部下になるつもりないのにどうしてこんなに優しくしてくれるの？そうだぞ、リーダー、教えてくれよ。ここまでする理由は何だ？アジトの鍵と戦闘ゴーレムをあげた上に砲撃の支援まで。助けてくれたのは感謝してるけど、お礼にしてはやりすぎだろ。バーカ、見ててわかんない？この子は怪物だよ。ゴーレムと私たち全員に一人で勝てちゃうくらい。こんな子を教皇が放っておくと思う？ただでさえこの子のせいで奈落地域が騒がしいんだから。こいつと教皇を戦わせることがリーダーの目的だったんだな。いつも後先を考えないリーダーがここまで未来を見通せたなんて。じゃあまさか2号も壊れることが分かっててわざと？これは…そう、え、そうなの？こいつの力を試すため。2号はまあ直せばいいだけだから。え、手痛いしょっぴだけど、こいつを支援すれば私たちにも素敵な結果が待ってるはず。ムササビ盗賊団の目的はただ一つ、教皇をぶっ潰すこと。うん、ありがとう。その目的必ず叶えられるよ。え、叶えよう。いつか強行城に乗り込むときはあんたも手伝ってよ。絶対ね。うん、もちろん。わー、なんか仲いい子たちがどんどん増えてく。うささび盗賊団、本当にすごい奴らっすね。いつかカンナと一緒に強行を倒す日が来るかもね。ね、そんな理由だったのか。強行は私たちみんなの敵だから。うん、話してる感じ。強行様、お待ちしておりました。